ラケットインプレッションです。ご協力いただきましてお願いします。はい、クローズの近藤です。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、どうぞ。はい、ガンロップの上条です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと微妙な距離感、はい、いつも通りのこと、はい、キャラメンバーはいつも通りちょっと距離感ないですけど、まあ、距離感もいつも通りじゃないですか。そういうこと言っちゃう。新しいラケットですか、ね、はい、はい、そうですね。スキーさん持っていただいて CX コントロール向けの CX、はい、このコーチ使っていただいて SX スピン系のラケット、はい、もう一個足んないんですよね。なるほど。そうダンロップが考えていくテニスのゲームをする上での要素、エレメントオブザゲーム、ゲームの要素ですね、はい、それには、3つあると考えています。まずフッキーさんが持っていただいている CX コントロールですね。コントロールエクストリームの略、はい、CX と今度こっち持っていただいている SX スピンエクストリーム。じゃあもう一つないというところ。あと何が足りないですか。何が足りない。僕の推しが足りないです。推しが足りない。その振り何が足りない。やっぱり優しさですかね。優しさは詰まってますよ常に。でもなんとなくこれ、ま、優しさでマイルド的なマイルドが入ってもいいのかなと思ってもいいですよね。まあ、ピンと言うとスピンってどっちかというと中間的な要素になっているので、まあ、コントロールの反対、コントロールというと、まあ、ブレーキをかけていく。そうですね、パワー。パワー P じゃなくて F、 フォース。おー、はいはい、フッキーエクストリーム。違う。あ、違う違う、フォースエクストリームです。お、はい、ました。 FX500 です、はい、従来の CV3.0F の、はい、この後継機種というような位置づけで、うん、フォース、パワー系のラケット、パワーアップフルフォース、はい、意味わかりますか。あんまりいいと思います。直訳すると、まあ、全力で優しさですか。全力で全力の方だ。そう、ごめんなさい。パワーを全力で、パワーがあるだけ、飛びすぎちゃうっていう悩みがあったり、でもみんなパワーが欲しかったり、パワーを皆さん出し切っていただくために遠慮せずに思い切り振り抜ける、振り続けられるラケットを作りたいというところで、今回このパワーアップフルフォースなので、遠慮なく今日は振り回していただきたいです。今回、FX シリーズの主な搭載機能としましては、CX、SX でも搭載してましたソニックコア、これはもうしばらくついてますね、はい、フレームの中にゴムが入っていて、その振動と、インパクトの時間、タイミングが合うことで、プラス 10g 以上重くした時と同じぐらいのパワーが出ますよという機能です。まあ、そこに今回追加されるのが新フレーム形状、パワーブーストフレームジオメトリー。前作の CV3.0Fのシリーズに比べて約 20% 広いスロートの形状をしています。面安定性の向上とコントロール性の向上。さあ2つ目の機能ですね、新規グロメット下溝構造パワーブーストグルーブ。グロメットを外していただくと分かるんですけれども、中に溝が入ってます。一般的なフレームグロメットっていうのは、この溝がない状態、ボールが食いついた時のたわみ幅っていうのが、生まれるので、若干の間みたいに生まれてくるんですね。そうすることでコントロール性が良くなったりとか、あとは何よりも、ぐるーっと溝を入れてますので、スイープエリアが非常に広い、どこに当たっても飛びムラが少ないという意味で、着弾点が安定する。ブレーキをかけてコートに収めるのではなくて、どこに当たっても、ある程度まとまっていく。そして3つ目です、新規材料であるフレックスタッチレジン。カーボンを成形する際に、よく樹脂で固め、はい、一緒に固めていくだけ。今回不織布を使っていくんですが、特殊スチレン系エラストマー不織布これが不織布です。伸ばしていただくと大丈夫。はい、大丈夫です。すごい伸びがいい。なんか薄いからなんか引っ張るとブチッていきそうな感じがします。どれぐらい違うのかっていうのを、今回の素材、あとはまあポリウレタンですとか PA、PO という素材に比べて、たわんで戻ってく力、
っていうのが非常に強い、柔らかさと反発っていうのを両立している今回、繊維という植物をシャフト部分に採用していますので、はい、じゃあ今日は 500FX の500と500ツアーで、はい、はい、じゃあ今行きたいと思いますので、はい、ではよろしくお願いします。お願いします。しっかり当てるとそれにしっかり答えてくれますね。なのでクリアーな当たりがものすごく手に気持ちがいいですね。結構スピン系よりも結構まっすぐ飛ばす系で押し込んでいくような感じがすごくいいと思うんですけど、いや、このしっかりディフェンシブなものもちゃんと飛んでくれる、手に伝わるクリアーな感じが非常に私は良かったですね。これガットはエクスプロシブスピード、スピードも最高当たってます、はい、あの普段使っていただける SX と比べて、はいはい、どういう印象ですか。そうですね、あの食いつき感からするとちょっと違うんですけれども、なんかブレない感じ、クリアーな当て方っていうのがかなりですね、私としては思ったところにボールが飛んでくれるようなイメージですごくいいと思います。はい、そうですね、あのやっぱりラウンド系では俗には黄金スペックって言われるラインなんで、まあ、パワーがあるよっていうところは間違いはないと思ったんですけど、一番最初に言うって思ったのは、あ、弾いてるな、球離れが早いな、パワーがあるな、でも手に伝わる感触が硬くないなっていうのが結構第一印象ってちょっとびっくりかなというところです。これだけ飛ぶとやっぱりこう高い打球音で結構カンカンする、手に響くような感覚があるんだろうなと思ってポンって1球目打ったので、その分で言うとすごい手に伝わる感じは、まあ、フィーリングではマイルドな感じ、球はしっかり飛んでるんだけど一瞬手にはグッと掴んでるんじゃないかなっていうような感覚も残るぐらい、あの打感の柔らかさが非常にイメージとして強いです。で実際にこう打ったボールの速さでいうと、やっぱりこの球離れの速さ、スピード感っていうところのこうなんだろう、パワーっていうところは非常にしっかり表現されてると思うので、こういう中圧系のラケットの中でも特にこのスピード感、パワーっていうところを求める方には非常に、まあ、メリットに働くラケットになると思います。海外の、まあ、当社の契約プロなんかこぞってこの FX に切り替え していく予定になってますので、パワーがあるラケットをパワーがある人が使っていただいて、しっかりとコートに収めた、そういったラケットになっていくかなと思います。ツアー、そうそうです、食い込んで飛んでくれるのでスピン系のボールはかなりいいと思います、うん、はい、なので飛ぶ感覚と引っ掛ける感覚はかなり向こうになってくるんですけど、こちらの方がまっすぐ98インチのツアーの方が、まあ、面が小さい、はい、スピンというかヘッドローテーションがしやすい。そうですね、あとから見ててお二人とも98インチスコーンと飛んでたんで、はい、球感からすると98もかなりですね、うんうん、かなりクリアな感じが、はい、球感的に98っていうだけ、このフェースサイズの意外とボックスっぽくなるケースが多いと思うんですよね。ラウンドのこういう98ってあまり数的に見ると市場的には多くない、結構こう、まあ、意外とありそうでないスペックなので、このラウンドのこの98って振りやすさとパワー感っていうところでいうと非常にバランスがいいんだと思うんですよね。あの飛びすぎちゃうっていうパワー感っていうよりは振ればちゃんと入るよっていうパワー感だと思うので、あまりこう中途半端に躊躇する方が逆に制御が難しい、ある程度高さの目安をつけてバンって打っちゃった方がちゃんとしっかりと収まってくる、スイングスピードが確保できるから収まる感じだと思うので、まあ、ちょっと重さ的にもやっぱり500と比べるとツアーの当然ちょっと重くなる、ヘッドも軽くなってくる、自分からスイングする必要性が出てくるんですけど、その点気にしないでもうガンガン振ってもらっちゃった方がこっち使いやすいんじゃないかなと思います。やっぱり SX の方が弾の食いつきが多い分軌道は上がっていって、より、上下にずらすというか弾ませることが可能ですし、まあ、FX に関しては低め低めでやっぱり相手の時間を奪っていけるというところでは、かなりイメージが変わってくるかなと思います。ピンがすごい過剰にかかるっていう印象はないので、やっぱり自分がこう振った感覚の回転量っていうところになると思うんです、うん、だから頑張って回転をかければもちろんかけられる、弾道も上げようと思えば上げられる、ただそうするとラケットのパワーをやっぱちょっと落としてしまうような感じがするので、できればラケットの良さ的にこうパワー感を重視するんだったら弾道を低くしていった方が気持ちよく飛ぶし、あのボールの威力もしっかり表現できる、どうしてもちょっと回転をかけるとスピードがぐっと下がってしまうような印象にはなります。そうですね、どちらかというとメインはやっぱりこう低い弾道、ネットの側の線うまい技術
センチ1メートルぐらいの低めのラインからまっすぐ飛ばしていくような感じの方がボールにがしっかり伸びてるんじゃないかなとは思います。それは500にしても500ツアーにしても同じ感じはありました。はい、また引き続きよろしくお願いします。